えっと、この今日の講演の内容は、えっ、ー、と、先日、えー、話させていただいた内容の続きになっておりますので、えっ、ー、と、もしそちらの、ええー、と、動画をご覧になってない方は、ぜひそちらを先に、順を追って、あの、進めていただければと思いますので、何卒よろしくお願いします。えー、はい。えっ、ー、と、今、スライドの画面を、えー、お示ししました。 はい、こちらのタイトルにあるとおり、えっと、情報システムを改造してみようということでして、あの、前回はその情報システムを一から作ってみましょうという、まあ、ことについてお話し しました。で、えっ、ー、と、まあ、ほとんどビッタローの宣伝になってしまって <laughs> 恐縮なんですが、まあ、今日もこれをずっと使っていくような形に、えー、なります。えっ、ー、と、前回のあ,らあのあらすじでおさらいとしては、まあ、あの、情報システムっていうものを、まあ、あの、実際の高校の環境で、えー、つく作るときの まあ、環境としてのそのビットアローを紹介させていただいた上で、その上で、えー、ビットアロー上でグループチャットを作成するというところを、あのーまあ、実際に私の方で手を動かしながらやってい、えー、きましたので、えーっと、ちょっとこの時間内で皆さんも同じように手を動かすのは困難だと思いますので、まあ、録画の方を見ながら、またあのウェブサイトの方も 言われるの載ってますんで、まあ、そちらの方の、えー、スライドとか、プログラムとかも参考にされながら、えー、見ていかれますと,、えー、といいかと思いますで。前回グループチャットとしてあの、サーバー側とクライアント側っていう、まあ、その2つの側に分けて、えー、それぞれ書き込みの、えーまあ、読んだり書いたりっていう動作と、えー、画面を作ったりっていうところを、まあ 実際に作っていったわけなんですけれども、いろいろ結構複雑なプログラムを書いたような気がするんですが、えー、っと、あれでできるものっていうのは、あの、まあ、普通に生徒さんが接しているようなシステムの、あのー、何千万分の1っていうそのくらいの機能しかなくて、まあ、ちょっといろいろ機能が足りてないので、まあ、多少、多少なんとかしましょうっていうのが今日の。 これ、最後の前回の最後にお示ししたスライドで、まあ、実際に生徒さんにクライアント側とサーバー側の担当を決めてもらって、それぞれの担当のものを作ってテストをしてみて、実際に合わせて統合テストしましょうというところまでご紹介しました。でえー、とそこからその自,自分たちでシステムを改造してみましょうというところがまあ今回のお話になっております。 例えば前回作ったチャットシステムはいろいろ問題点があってですね、例えば誰が書いた書き込みになるかわからないだとか、いつ書いたものかわからないとかですね、えーっと、もしかしたら他の人が書いてるかもしれませんとか、いろいろ問題点があったので、えーっと、とりあえず今回本編でご紹介したいのは、まあ、書き込み以外の情報をしまう方法ということが書いてありますね。 そもそも前回のシステムがどんな感じだったかっていうのを一回お見せした方がよろしいですよね。あ、でも、ついでなんで、あの、えー、もし、あの、前回、えー、こちらの画面、えー、使って、あの、 まあ、作業された方がいましたら、えっ、ー、と、こちらの方にあの、前回と同じ、えっ、ー、と、クラス ID とユーザー名、ユーザー皆さんユーザー名、<laughs> この間何使ったか覚えてますかね。<laughs> 私はこの、あーっていういい加減なやつ使って、ちょっと思い出する時間かかりましたけれども。<laughs> えっと、これで入れてもらうと、前回作ったものが出てくるはずなんで、まずそちらをご覧ください。で、確かサーバー側の、 内容としてこういうあのチャットの内容を読み出して表示してあげるものとかっていうのを作っていたかと思います。こんな感じですね。こんな風にこんにちはご機嫌いかがありがとうございますというのが表示されると、でこれがそのクライアント側で実行すると、まあその内容が、まあいわゆるいはこの書き込みフォームの下にこんな風に表示されるといったもので、えー、作られてたかと思います。 で、えっ、ー、と、で、ご覧になって分かるとおり、これ本当にこんにちはとしか書いてなくて、まあ、要はこれ誰が書いたんでしょうねっていうのが、まあ、分からない状態になっているというのは、ちょっとまあ、あのー、困るなっていうことなので、今日はですね、ここに誰が書いたものなのかっていう情報も一緒に付け加えましょうというところを、まあ、 主ににやっていいいきたいという,ふうに思いますで、まあ、いろいろやり方はあります。そのまあ、本物のシステムとかだと、あのデータベースとかっていうのを使って、その,あの厳密に管理したりするんですけれども、まあ、何せその初めてプログラミングをされるような生徒さん相手だと、ちょっといろいろ覚えることが多いと大変なので、あの前回、 この今のこんにちはとかっていう、この情報をどこにしまっていたかというと、こちらですね、そのファイルの素材管理というところを見ていただくと、こういう、いわゆる普通に Windows のメモ帳とかで開けるテキストファイルというものに、どんどん書き込みをしていたっていうことで、これが一番シンプルで分かりやすいだろうということで、今回もこのテキストファイルというのを使って、 名前と書き込みっていうのをその両方しまえるようにしましょうということで、まあ一番単純なやり方ということでタブ区切りのテキストファイルというのを使っていきます。えっ、ー、と、とりあえずこれは前回の、えー、とグループチャットのまあ構成のおさらいですね。サーバー側にその書き込みを追加する機能、読み出す機能。で、クライアント側にはフォームの表示があって、書き込みを表示して、 追加するっていう、まあ、つまりサーバー側のプログラムを呼び出して、これらのことを行うという構想になっていたかと思います。はい、えっ、ー、と、改めまして、この実際に、えー、とシステムを開発する画面はこちらになっていて、もし、まあ、お時間があればちょっと。 こちらにログインしていただいて、えー、一緒に作業していただけるとよろしいかと思います。繰り返しますけど、あの結構なスピードでやるのであの、実際にはもうちょっとゆっくりやりたいかと思いますので、後日録画やこちらのスライドを参照しながらあのやっていてください。でえっと、これは あの前回の内容が終わっていることを前提としておりますんで、あの前回の内容がまだの方はそちらを先に行っていただくような形になります。はい。で、えっ、ー、と、前回のプロジェクト、まあ、さっき私は先走って開いちゃいましたけれども、えっ、ー、と、まずサーバー側を開けって言ってますよね。こちらですね。こちらのプロジェクトを開いていただくと、 はい、これもさっきやっちゃいましたけれども、こちらのチャットドットテキストという中に書き込みがされていて、とりあえず、まあ、誰が書いたかわからない、こんにちはとか、ありがとうございますとかっていう言葉が並んでいると。はい、で、えーと、こちらにその書き込みの内容以外、つまり誰が書いたものだとか、あるいはいつ書いたものなのかっていう、そのいろんな情報をたくさん。 入れたいって場合にはその一つの書き込みですね一個の書き込みに対して複数の項目に分けて格納するという必要が出てきますよねという話がありますでそこで出てきたのがさっきのタブ区切りの ファイルということで、えー、と名前と書き込みの内容ですね。さっきのこんにちは、ごきげいかがみたいな、こういう内容を、えーと、例えば山田さんがこんにちはと書いて、鈴木さんがごきげいかがと書きましたというふうに記録したい場合は、えー、とこことここの間にまあタブと呼ばれる、えー、記号を追加すると。これタブっていうのは実際にはそのただのスペースとほとんど 見分けがつかないので分かりづらいんですけれども、えー、とそれを挟んであげることによって、えーと、分けるといったことができるようになります。ということで、ではちょっと私の方で実際にその書き込みの追加っていうところに、まあ、誰が何を書いたかっていう風に、その名前と内容っていうのを分けて表記できるようなプログラムを実際に作っていきたいかと思います。 では先ほどのビットアローのこちらの画面使って作っていきますけれども、えー、っと、まず、アットチャットっていうのを前回作りました。えー、っとこれはその、まあ、書き込まれた内容を1個入力して、それを1行追加するということで、これは、あの、誰が書きましたっていう情報は、このままだと追加できないという状態です。じゃあ、ちょっとこれを改造するので、あの、ビットアローの中にこのコピーっていう機能があって、これが割と便利で、 えっと、ちょっとだけ内容を変えて別のファイルを作りたいっていう場合ですね。まあ、名前を付けて保存みたいなもんなんですが、うん、アットチャットにって別のファイルにしました。で、これで OK ってやってもらうと、今、アットチャットにって別のファイルができました、ね。これ、前のファイルは残ってます。はい。で、こちらがアットチャットにってことなんですけれども、と、はい。まずこれでアットチャットにっていうのを作って、 えっと、まず先に、えっと、比較的簡単だけど大事な話で、この今、チャットドットテキストというのは、えー、もう一回見ますと、まあ、こんな風に、こんにちはごきげんにかかって、その内容だけが書き込まれているファイルですけれども、これに、このファイルに、例えば次の行から山田さんはこんにちはと書きましたって書いちゃうと、ちょっと都合が悪いですね。 今まで書いてきたやつには名前がないので、急に途中から名前があるっていう風になると、ちょっとめんどくさいので、えー、とまずあの、格納するファイル名変えましょう。つまり、えーとまあ、データのフォーマットとかっていうんですけれども、その書き込まれる内容が、あの内容というよりか、形式が変わってしまうと、それが同じファイルに混ざってるとまずのに一回ファイル名を変えて、チャット2っていう別のファイルに書き込ませるようにします。 はい。で、えっ、ー、と、ここにあるように、ちょっといくつか変えなきゃいけないんですね。まず、名前と中身っていうのを分けて入力するっていうことで、まあ、中身のことはコンテントっていうので、名前とコン、名前と内容をそれぞれ分けて入力させると、インプットっていうのを2回聞くというふうにします。そして、こちらのその名前と内容っていうのをタブで区切って入れるよっていうのが、この真ん中の、部分ですね。 ネーム、エンマーク T、コンテントっていうので、えっ、ー、と、つまり、中身、名前と中身を、このタブというので区切って、格納しますよ、というふうに書いてあげるわけです。こんな感じですね。じゃあ、やってみましょう。えっ、ー、と、実行するときは、この別ページで表示というのを使ってください。で、別ページで開くと出てくるんで、 はい、で、そうするとまた入力を入れてくださいって言って、前回はここにそのいきなりこんにちはと書いたんですけれども、今度はまず名前を名乗り、そしてここに何とか来ますかと。というふうに書く必要が出てきます。2つ入れる必要があるわけですね。で、実行してあげると、またライトエンドと出るだけで、じゃあ実際できたのかっていう話になるので、 えっと、このチャット2というファイルが本当にできたのかどうか確認したいと思います。で、素材管理見ると、あれできてないと思うんですけど、えー、っと、ちょっとすいません。ここ <laughs>、あまり出来が良くないんですが、一回こっちに行ってからこっちに行ってもらうと、あ、チャット2っていうのがあるなと。で、そうすると、山田、こんにちはっていう、ここがそのタブという、まあ、記号で区切られていますね。あの、ちょっとスペースよりはちょっと長く。 入ってますね。山田とこんにちはっていうのがそれぞれ一行なんだけど、区切られて入っているという状態になります。じゃあ、今度はこれを読み出すと。読み出して、その誰が何と言ったかというのを表示するということなんですけど、れこれ今ちょっとこちら、先ほどやったやつですね。えー、と素材管理からチャット2ができているかどうかを確認してもらって、じゃあ、書き込みの 中身を表示してみましょうということで、えっ、ー、と、リードチャット、この間作ったやつですね。で、えっ、ー、と、これをまたコピーしてもらって、リードチャットにというふうに変えると。で、そうすると、えっ、ー、と、実はこっちはあまり変えることがなくて、さっきそのファイル名を変えましたけど、つまり名前と内容って区切っているファイルはチャットテ t x t にしました。 っていう話をしたと思うので、それを変えるだけです。そのファイル名、読み込むファイル名を変えるだけで、えー、やることは同じです。山田こんにちはと表示されますね、ということで、えっ、ー、と、一応これで動いてるっぽいな、ということが確認です。できますけれども、ちょっとまたあの単体ですとやってみましょう。サーバー側の機能がちゃんとできてるかどうかですね。えっ、ー、と、アットチャットにを実行して、えっ、ー、と、例えば今度は田中こんばんはと入れてみると。アットチャット こちらを実行して、じゃあ、田中、田中、えっ、ー、と、こんばんは。と入れてみると。で、実行すると、また、ライトエンドと出てくると。じゃあ、今の書き込みって表示、追加されたんでしょうかね。と。では、リードチャット実行してるね。すると、田中、こんにちは。山田、こんにちは。田中、こんばんは。田中、こんばんは。これが増えたのは、もしかして、 どなたかが同じアカウントで操作して、操作してるかもしれないです。まあ、すいません。こういう、まあ、ちょっと今、ビットアローのこの、えー、と、環境が皆さんにオープンに使ってもらってるというので、まあ,あの、そういうこともあるかと思いますんで、すいません。まあ、これはちょっと実際に、あの、後で皆さん個別にお試しください。まあ、ちょっとライブ感があっていいかなと思いますんで。<laughs> はい。で、えっ、ー、と、まあ、一応とりあえずこれでできたということで、あのー、今度はクライアント側の改造に入っていきたいと思います。<laughs> えっと、今日は比較的時間があるので、もうちょっとゆっくりやっても大丈夫かな <laughs>。<laughs> えっと、クライアント側のプログラムですね。えっ、ー、と、クライアント側のプログラムをもう一回動かしてみますかね。メインの側は、はい。 こんにちはごきげんかがありがとうございますと出てくると。これはつまり前回のバージョンなんで誰が書いたかっていう情報はないわけですね。で、えっ、ー、と、レカクラもあの、なんか書き込むのが1個あるだけと,ということになってるんですが、これを改造していきます。で、また改造するので、一応前回作ったやつはちゃんと取っておきたいので、また先ほどのコピーを使って、じゃあこれはメイン2にしましょうと。<laughs> いうことで、えー、書き換えていきます。はい。で、そうするとメイン2というプログラムが、あの、同じように複製されているはずです。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ、ここから何を変えていくかと言いますと、まず、名前と内容っていう2つのものを書く必要がありますので、まあ、ここにイメージが載っていますけれども、えっ、ー、と、名前を書く欄と内容を書く欄っていう2つに分けましょうと。 いうことで、えっ、ー、と、入力欄を増やしましょうって話ですね。あ、で、ちなみに、ここに書いてある、このテキストの内容は、えっ、ー、と、あの、例の、こちらのページに一応載ってますので、えっ、ー、と、適切に使ってください。<laughs> あの、まあ、なるべく、<laughs> なるべく、あの、どこが変わったかっていうのをちょっと、えー、注目しながら、その部分だけ書き換えるというのをされるとよろしいかと思います。<laughs> 実際に、ね、生徒さんに示す、 教材については、なるべく、あのここ、ここを書き換えろみたいな指示をやっていただいた方が、多分彼らにとっても勉強になるかなというふうに思います。あ、ですみません、ちょっとこれは、あの、<laughs> 動画の掲載上、もう一つ。 一言追加させてください。ちょっとまあ、これ入れとくと、あの、えっ、ー、と、過去に入力されたものが表示されなくなるっていう仕掛けがあるので、えっ、ー、と、これをやっといた方がいろいろ、撮影上問題がないので、ちょっと入れさせてください。別になくても大丈夫です。ここは。名前と内容を入れる欄というのを作ったということですね。で、実行してみますと、先ほどスライドにあった通り、こういう名前と内容という欄が出てくるという形になります。 で、えっ、ー、と、見てもらうと分かる。下には相変わらず、あの、山田とか田中とかって誰が書いたかっていうのが書いてないやつが出てきちゃうので、うん、ま,あまだ改造が必要ですね。はい。えっ、ー、と、そしたら、じゃあ次、えっ、ー、と、まだ先に書き込みの方の、あれを書いちゃいますかね。おっと、すいません。これ実はちょっと目立たないんですけれども、もう一箇所変わってる場所がありますね。すいません。ちょっとこれは。 いやいや、いやいやミスです。あの、実は上の方のこの、ここですね。リード URL とアット URL っていう、ここ、ここに変化があるの分かりますかね。えー、っと、先ほどそのサーバー側のプログラムで呼び出すプログラムを変えましたよね。あの、こちらのリードチャットっていうのはリードチャットになって、うん、アットチャットはアットチャット2という、それぞれ別のプログラムに変えたっていうのを、ちょっとすみません、スライドから抜けてました。 はい。で、えっ、ー、と、こうしますと、まずちょっともう一回実行してみましょうかね。はい。で、そうすると、ここ変わりましたね。先ほど単体テストでやった、山田こんにちはっていう、この、要するに名前と内容っていうふうに分けられたファイルが、あの、表示されたということで、ちょっと今、ここ内容変わりました。で、さらに、えっ、ー、と、この、 url の方ですね。えっ、ー、と、の方もチャット2というふうに、つまり名前と内容っていうのを2つ入力しなさいっていう方のプログラムに変わっておりますので、えー、どこを変えるかっていうと、こちらですね。ここはちゃんと編み書けしてあるんですけれども、えっ、ー、と、名前と内容っていうのをそれぞれ取得しなさいと。えっ、ー、と、先ほどこちらにその インプットの欄にこのネームっていうのをつけているんですけれども、ちょっとここはや,ややこしくですいません。ネームにネームっていうのがついてるのは、つまりこれは名前を入れる欄だから、この欄の名前は名前ですっていう意味ですね。ちょっと全問答みたいになってますけれども、あのネームという名前の欄と、コンテントって名前の欄があるっていう意味なので、ちょっとここら辺混乱しないようにしてください。えっ、ー、と、で、ちょっとそれを踏まえてですね、えっ、ー、と、 これ、ゲットテキストってなってたのは、まあ、前回はテキストって名前だったんですね。で、名前という、ネームという名前の欄を取ってくるときには、ゲットテキスト、ネームと書くと。はい。で、えっ、ー、と、ここにもう一個データが必要で、えっ、ー、と、コンテントというのが必要になってくるので、えっ、ー、と、ゲットテキストでコンテントの中身を入力すると。えっ、ー、と、ここは、あの、円マーク N ってなってんですけど、これは、あの、開業という意味ですかね。えっ、ー、と、 さっき、あの、ここ、タブ区切りで入れたんじゃないって話をしたんですけれども、ちょっと、ま、ここもややこしいんですけれども、この、入力するときは、この、田中と、こんばんはっていうのを行ごとに分けてるので、ここは開業ですね。タブじゃなくて開業で入れるわけですね。ただし、プログラムは、この、 書き込むデータ2つの2データっていうのをタブで区切って入れるということで、つまり入力されるデータとその保存されるときのデータは違うよということで、ちょっとこれは気にしといてください。えー、と入力を与えるときは会業で区切ったものを与え、えー、記録されるときはそのタブ区切りで与えると、ちょっと微妙な違いがあるのでご注意ください。つまりサーバー側に渡すときは会業で2つの行に分けて名前と内容っていうのを与えますよと。 とということになりますじゃあちょっとやってみますね。はい。で、えっ、ー、と、今こうなってて、じゃあここに、じゃあ次は鈴木。<laughs> 鈴木さんは、えー、ご機嫌いかがと書いたということをやってみましょう。鈴木ご機嫌いかがでやってますて。はい。とすると、はい、こういうふうに鈴木ご機嫌いかがっていうふうにできて、を書き込めたということになるわけですね。 まあ、これで終わってもいいんだけれども、もうちょっと頑張りましょうっていうことですね。今、一応こんなふうに、えー、書き込めてますっていうの手が載ってるんですけれども、えっ、ー、と、ここですね。この山田田中とか、さっき鈴木とかっていうふうに書いた部分ですけれども、この部分っていうのが、まあ、要はこれ、先ほどあの、ファイルで保存してた、えっ、ー、と、ここでも同じように見えるんですね。これですね。 これをそのまま出してるだけなんで、まあちょっとあまりにも素っ気ないよねっていう話がありますね。その、要はこれをテキストファイルそのまま出してるだけなんで、えっ、ー、と、せっかく名前と内容っていうのを分けたので、この、こっちの画面上でも、クライアント側でもちゃんと山田さんがこんにちはと言ったっていうのをもうちょっと分かりやすく区別して表示したいという話が出てきます。 で、えっ、ー、と、そのやり方なんですが、ちょっと長い。<laughs> ちょっとぐちゃぐちゃと変わりますので、まあちょっとすみません。これは適宜コピペとかをしながらやっていただくんですが、えっ、ー、と、そもそも今中身を表示してる方ですね。その、えっ、ー、と、プログラムが始まると、このリードっていうのが目指されて、このリードの中身を読んでると。で、えっ、ー、と、リードはこの例のリードチャットにの、 プログラムを読んできて、それの中身を受け取って、このヒストっていうのは、えー、とヒストリーですね。えっ、ー、と、リレキいうことで、このヒストという欄に表示しているというものですね。で、これをですね、あの中身が要はそのタブ区切りで、まあ、それが行複数行に渡,って渡されているので、まあ、その中身をこのクライアント側でバラして、名前はこれで、 中身はこれですっていうふうに、あの、区別して表示させてあげましょうっていうのをやってんのがこれです。<laughs> ちょっと長いです。さすがに、時間的なことを考えると、ある程度、コピー、コピーが必要で、一応ここにありますね。このリード回数改造後というところをご覧になっていただくと、こちらのリードというところ、これの部分を、まあ、こんなふうに書き換えてくれというふうに書いてありますね。 えっと、詳しいところはちょっと割愛します。えっと、一応スライドの方には書いてあります。まあ、ざっくり言うと、この、まあ、なんか、スプリットとかっていうのが出てきますけれども、スプリットは分けるってことですね。えっ、ー、と、このテキストファイルを、まず N マーク N だから開業ごとに分けて、その分けられた行というのを今度はタブで分けて、あの、えっ、ー、と、 最初のやつは名前で、次のやつはコンテンツっていうふうに、まあ、分けてるというのが、まあ、大体の流れです。まあ、この辺の流れは、その、まあ、JavaScript という言語の使い方に準ずるので、まあ、あの、必要に応じて JavaScript の本などで勉強していただくのがよろしいかと思います。じゃあ、ちょっとやってみましょう。はい。で、そうすると、こんな感じに、名前、山田、内容、こんにちはっていうふうに、それぞれ名前と内容っていうのを区別して、 認識してるんだなというのが、えっ、ー、と、見て取れるかと思います。というわけで、えっ、ー、と、じゃあ、再び山,山田さん。はい。わ私は元気です。<laughs> でかくて。はい。っていうふうに、ちゃんと書き込まれますね。まあ、といった感じで、えっ、ー、と、ちゃんと名前と内容っていうのを分けて、保管できるようになりましたねと。 いうところですかね。で、えっ、ー、と、例えばこれこのな、この状態からちょっと改造してみましょうっていうときに、まあ、ちょっとお,お手軽な方法として <laughs>、あの、おすすめの内容としては、この表示の仕方っていうのを、えっ、ー、と、工夫することができますよねっていう話があります。 えっと、ここでその名前とか内容っていうのがあるので、まあ、おそらくここでその名前と内容っていうのを表示してんだろうっていうのは、まあ、なんとなく見て取れると思います。えっ、ー、と、ここ、名前っていうのがあって、ここのプラスネームっていうのが、その、そのファイルから読んできた名前のところですね。これを足して、br っていうその開業のタグを追加してるっていう話ですね。で、例えば、えっ、ー、と、一番、まあ、ある意味、しょうもない。 改造の仕方っていうのは、まあ、ここにその HTML のタグを使って、なんか装飾をしたりすることができるので、えっ、ー、と、一番愛な方法の下方では、フォントカラーとかっていうのがあるんですけれども、ここはこれでやる必要があるかなえっ、ー、と、シングルコートでブルーで、これでいけるかなで、フォントで閉じて。<laughs> 例えば、こんなことしてあげると、あ、変わりましたね。青い字で表示されましたみたいな。これはまあ、一番しょうもない改造なんですけれども、えっ、ー、と、まあ、こんなふうにちょっとだけ、あの、えっ、ー、と、文字の形とかを変えたりとかっていうようなことはできるので、まあ、これで、えっと、ちょっと生徒さんに遊んでもらうと、まあ、言ったことはできます。 はい。で、えっ、ー、と、まあ、ちょっとそれだけだとしょぼいので、えっ、ー、と、まあ、他にもこういったことができますよっていうことで、ちょっとまあ後でお時間あれば、詳しく紹介したいと思うんですけれども、えっ、ー、と、今言ったそのタブを区切って、えー、ファイルを保存するって方を使えば、もちろん、ここの後ろにさらになんか別の情報を追加したりできるわけですね。あの、皆さんがよく使われている、あの、表計算ソフトっていうのを思い浮かべてもらえればいいと思うんですけれども、あの、 あれは要はその縦方向にデータがバーって増えていくんだけど、横方向にはその要は属性値と呼ばれる、まあいろんな種類のデータの種類を増やすことができるので、このタブ区切りでも同じですね。えっと、横にどんどん別の種類の情報を追加していくことで、よりあの表現力が上がるということで、まあ例えば、えっと、時間を表示するとかですね。あと画像を表示させるとか、まあそういったことも、まあやろうとばできるかもしれないですっていうことです。 で、えっと、さらに発展的な内容としては、そもそもデータのファイル自体を増やすと。今、そのチャットっていう、まあ、そのファイル1個だけ使ってるんですけれども、それを別のファイルと連携させるといった方法も、あの、拡張の仕方としてあります。例えば、さっき最初の方を見てみると、これですね、えー、別人が成りすまして書いてるかもしれないみたいな懸念があるわけですね。で、そのために、えっと、誰が、 誰というのをまあ,あらかじめチェックするための仕掛けっていうのをまあ用意するのはどうでしょうねっていうことで、ユーザー名とパスワードを記録したファイルを使って、それでユーザー認証してからえ書き込みしてもらうとか、まあ言ったこともえできます。あるいは、書き込まれた内容に対してこれはいいとかっていうふうに、あ後からコメントをつけたりとかっていうことも、まあ別のファイルを用意しておいてえーやると、まあ言った方法も えー、あったりしますので、えー、っと、まあ、ちょっとそういう方法もありうるよということで、えー、っと、ちょっと皆様の方で何かアイデアを出せ、出せればいいかなと考えているんですけれども、ということで、ちょっとあの、えー、っと、ちょっとあえて抽象的な書き方をしてますけれども、その他に作れそうなものとしてどんなものがあるかっていうのはですね、あの、まあ とりあえず今このビットアローという環境を使っていただくことを前提でお話をしておりますけれども、えっ、ー、と、まあ、えー、他に作れそうなものというのは、えっ、ー、と、つまり、まあ、何かファイルを保存して読み出すという仕掛けは作れるっていうのは、まあ、今回のお話でご理解いただけたかと思います。えっ、ー、と、つまり誰かがファイルを保存して、それをまた別のユーザーが呼び出すといった形のものですね。 えとそういったものであれば、まあ、あのー、まあ、そこまで本格的ではないんですけれども、いろんなものが作れるでしょうと <laughs> いうところで、えっ、ー、と、今回紹介したそのグループチャットというものにとらわれず、えっ、ー、と、なんかこういったものも作れるはずだというところをちょっと、あのー、皆さんの方でもちょっと想像していただきたいというふうに思います。えー、で、この間、あの、リアルタイムにやりたいんですけどっていう話が、 あったんで、えっと、まあ、ちょっとこちらの台所事情とかをお伝えしたと思うんですけれども、<laughs> まあ、あの、同時にたくさんの方がアクセスされると、あの、めちゃくちゃ時間が、時間がかかるというか、その、こちらのシステムの負荷に耐えられないっていうのもあるので、まあ、ある程度時間を置きながらやっていただく分には、あの、問題はありません。で、えっと、これはあくまでそのサーバーとの通信をするタイミングは、そんくらいにしてねという話の なので、例えばクライアント側っていうのは、つまりその、こっちの画面ですね。こっちの画面だけで済む話っていうのがありますよね。まあ、えー、っと、例えばビットアローのあのサイト行ってもらうと、例として上がってるのが、あのー、んでしたっけあの、ゲームを作りましょうみたいな、あのー、例が上がってたと思うんですけれども、あの、普通ゲームっていうと、あのー、まあ、 1>, 1秒間に何回もなんかこういう猫が出てきて、なんか上からボールが降ってきて避けるみたいなゲームがサンプルとして紹介されてると思うんですけれども、これはあのもちろん1秒間に何回もの画面を書き換えてるんですけれども、これは別にそのサーバーに負荷がかかりません。なのでそういったものであればどんどんやってもらっても大丈夫ですということですね。実はそうい,ういつサーバーと通信が起きてるんだろうと。つまりこれは たくさんやっちゃうと重くなるんだけど、これはいくらやっても大丈夫よみたいなのを、まあ、それぞれまあ生徒さんの方に考察させてもらうというのは、ちょっと大事なことなのかなというふうにえ思っています。はい。で、えっ、ー、と、こういったシステムを作るときに、あの生徒さんの方からそのアイデア出しっていうのをぜひしてもらいたいかなというふうに思っています。で、まあ、あいにく私は高校の教員ではないので、あの、 私の大学での,あの経験に基づいてのお話なんですけれども、えっと、私はなんかその作品を作ってもらうっていうときに、まあ、ちょっとしたまずアイデアを出しをしてもらうようにしておりまして、まあ、なんかこういう作品計画書みたいなものを <laughs> あの書かせたりしてます。で、まあ、今回のお話に当てはめていくと、例えばサーバー側とクライアント側が これこのペアでやりますっていうので、えっ、ー、と、タイトルをあの,あの考えてもらって、えっ、ー、と、まあ、一応この情報システムっていうのはその問題解決のための手段っていうふうに位置づけられているので、まあ、何かに困ってる人向けにこういう仕掛けを指示するみたいな、まあ、ある種の大義名分があるといいかなっていうふうに思います。で、そのためにこういう機能とこういう機能が必要ですよねっていう話を、 作ってもらって、じゃあそれをやるためにどういうデータを用意すればいいか、あのゆさっきのチャットドットテキストっていうのであれば、名前と内容っていうのがあるよねって。で、他にもこういうテキストもいるよねみたいな、なんかこういうのを考えてもらって、えー、っと、まあこれ、つまりサーバー側の担当の方が考えてもらって、クライアント側はそれを 動かすための画面ですね。えー、画面として、なんかこういうテキストランとボタンがあって、こういうものが表示されたらいいよねみたいなところをえと考えてもらって、まあちょっとそれをベースになんか作ってもらうといった形のものをまあ考察、考察というかまず計画してもらうといった形でやれるといいかなというふうに思っています。なんであので、ぜひ教員の皆さんの方でもですね <laughs>、えっと、今、 を紹介したシステムの範囲内で、じゃあこんなものも作れそうですかねみたいなのも <laughs>、あの、ぜひ、あの、質問していただければ、あのー、まあ、可能な範囲でお答えします。<laughs> えっと、その答えが、いや、ちょっとビットアローだとそれはつらいです、みたいな答えになる、なのかもしれませんけれども、えー、っと、まあ、可能な範囲で対応していきたいかなというふうに考えております。そろそろ時間なんで、まあ、あとその、 ちょっとプログラミングとかあまりやってないので、どういうふうにしてお勉強すればいいですかみたいな、あの、心配されてる先生方もいらっしゃるかと思いますんで、一応今回使っている Python と JavaScript についての、えっと、情報源について、えっと、ご紹介をしています。えっと、ま、基本的には Python 側は、あの、ま、普通に、 世間で一般に普及している Python と同じものですので、例えば Python の本とかを読んで、えー、学習していただくといったことも可能です。で、ちょっと JavaScript の側がいろいろ変わってる JavaScript なんで、あまり資料があまりないんですけれども、えっ、ー、と、まあ、JavaScript 自体は非常に普及している言語なんであの、書籍などである程度は参考になるかと思いますので、ちょっとこの辺の方をあの参考にしていただければなというふうに思いますと。 いうあたりで、えっ、ー、と、じゃあちょっと一応あの時間としてはこんな感じで、あの一旦切りたいかと思います。えっ、ー、とどうもありがとうございました。<laughs> よろしくお願いいたします。はいお願いします。長先生あの前回に続きまして、あの丁寧にありがとうございました。あの今回なんですけれども前回からの続いてのことになりますが、前回長先生の話をもっと丁寧に聞きたいというお話があったあの。 ご意見があったことから、あのこのギリギリのところまで今日お話しいただいたわけなんですけれども、はい、あの、えー、今日この中であのちょっとした改造ということもヒントをいただいたわけなんですけれども、うん、何か他にもですね、はい、こういったこともできるよということがありましたら、教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい すいまたまたスライドの方出させていただきますけれども、さっきしれっとこの辺で、あの、こんなこともできますよっていう話をまあさせていただいたんですけれども、えー、っと、まあ、そう言われてもどうやったらいいのみたいな、多分、はい、ご意見も非常に多かろうというふうに思いますんで、あの、一応、私で、あの、 対応可能な範囲で、あのー、ちょっと用意したものもありますんで、ありがとうございますこちらのページの一番下まで行ってあげいただくとですね、今言った、例えばそのタイムスタンプ、つまり誰がじゃない、誰がじゃなくて、いつ書いたかっていう情報ですね。これを追加する方法とかっていうのは、こうやるといいよみたいな情報を、まあちょっと載さ,させていただきました。 こういう仕掛けがあるので、これを使ったらできますよっていうのを、まあ、あえて、あえてしれっと言ってあの、あとは頑張ってやってみましょうみたいな、<laughs> あのー、紹介の仕方も。 あるかと思いますで例えば今の例ですと時刻を取得する方法、つまり現在時刻はこれですっていうのを取得する方法っていうので一応こういうプログラムをまあ紹介してるんですけれども、はい、これは要は今例えばあの実行すると今、えっと、2024年の2月14日16時40分みたいな情報がこれで表示できますよっていう,いう、まあ、あのプログラムなわけですね。で、これを使うと、 勘の,のいい生徒さんであれば、はいああ、じゃあこの情報をファイルに追加すればいいんだなっていうのを、なんか自分で考えてできるかもしれないっていう <laughs> ようなこともあるので、あのそこの段階で一応考えてもらうというやり方もあるかと思います。でであああののの確か前回あのまあ、どれくらいい時間でそうう やらせれ,ればいいのかっていうお話もあったと思うんですけれども、はい、まあ、その時ちょっとケースバイケースですって <laughs> お答えさせていただいたと思います。で、これはその、やっぱりどれくらい時間が取れるかによって、例えばこういうちょっとしたヒントだけ与えて、あとは生徒さんで頑張れというやり,、はい、やり方もあるかと思いますけど、ちょっとそれは時間の都合上難しいというような場合,場合は、まあ、下に実際のこういうプログラムまで示してあげて、 まあ、これ、あの、この時刻を取得する部分と、そのデータを追加するっていうのを、まあ、合わせているわけですね。この、まあ、うまく2つの要素を合わせて、まあ、プログラムを作り上げるっていうのを、まあ、ある種の才能ですので、なかなか難しい場合もあると思うんですけれども、まあ、こういうふうに、えっと、皆さんの、その事情とか、生徒さんのレベルに応じて、あの、まあ、こういう改造のヒントみたいなのを、ちょっとずつ提示してあげると、 言ったやり方で、あのまあなんかえっ、ー、と彼らが独自のものを作ってくれないかなというふうにあのこちらでは考えております。<laughs> ありがとうございます。あの先ほどもこう生徒や先生からこういったふうにこうアイディア出してもらったらですとか、こういった、はい、あのもしかしたらちょっとあの先に進んでいるかもしれない生徒にもこう全部教えるわけではなく、はい、ちょっとこういうこともできるよっていうことからあの、うん、ヒントをいただきましたありがとうございます。あ。 はい、具体的な例ですね。ええー、そうですね、はい。自分たちがまず基本として作ったシステムをさらにこう改造して、またこういったことを元にこう発展して作っていくこともできそうですよね。はい、はい、ありがとうございます。すはい。はいうん 長先生もあっという間に、あの、前回から続きまして、えー、今日も終わりましたが、あの、前回も今回も、これ、あの、また、こう、録画したものを提供されますので、うん、あの、じっくり見ていただいたりですとか、はい、あの、生徒も使っていただいて、あの、本当にこう、システム、どうやって進めたらいいんだろうという先生、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、その一方を教えていただきました。長先生、2回にわたりまして、今回ありがとうございました。 はい、どうもありがとうございます。